皆さんおはようございます。タラベリカチャンネルのリコです。今日はですね、セブ島留学に行く前にやっておいてほしいことについてちょっと話していきたいと思います。実際私が5週間行ってみて、あ、これもうちょっとやっといたらよかったっていう思ったことがあったので、それを踏まえてちょっと話していきたいと思います。セブ留学に申し込みをするときに、来る前にしておいてほしいことっていうのは多分いくつか書かれてると思うんですよ。その来る前にしておくべきことリスト的な感じでなんですけど、まあそれよりも大事だと思うことがあるので、ちょっとそれについて話していきたいと思います。ちなみに私が通っていた学校では、来る前にしておいてほしいことっていうのでリストが結構書いてあったんですよ。で、まあ例えばね、中学3年生までの教科書を見てきてください、文法がすごい大事なのでそれを全部理解してきてください、で、あのそれ書いてあったから、実際に中学校の時のテキストがね、ちょっと待って、3 minutes later、 はい、中学校の教科書を全部理解できるまでやった方がいいって言ったんだけど、中学校の教科書なんて本当に今もどこかに消えてしまったので、私がやったのはこちらです。このね、なんか高校の時の教科書なんだけど、まあ、使ってた人もいれば使ってない人もいると思うんだけど、これ本当に本当に高校の教科書ですかっていうぐらいすごく簡単な内容だったんです。 B 動詞から教えていただきまして、B 動詞だとか、まあ命令形の作り方とか未来の表し方とかなんですけど、本当に私テキストが大嫌いなんです。本当に文法を勉強することが本当に大嫌いすぎて3日で飽きました。で、そう、だからこの教科書は実際はやってないんですよね。ボキャブラリーを増やしておいてくださいということで、単語帳とかいろいろ紹介していただきました。これぐらいの、なんていうの、教科書っていうのかな、本にたくさん、例えば1500単語が載ってるやつをがあって、それをなんか赤いシートでこうやって暗記していくのをおすすめされたんですけど、それもなんかちょっとやりたくないなと思ったので、私は一つアプリを試しました。みかんというアプリを使って単語を勉強していました。それは結構その短時間で、例えば英語でアポだったらアポっていう音声が聞こえて単語が出てきて、この意味を4つの中から選べみたいな、それをやってました。ちょっとこちらにみかんは出しておきますね。これを使ってボキャブラリーは増やしていったかなと思います。もしこれを見ている人の中でボキャブラリーがちょっと足りないなと思っている方は、ぜひ覚えてから行くといいと思います。で、私がひたすらやっていたこと、先ほど言っていたこちらの教科書は3日で飽きましたので、申し込みしてから3ヶ月ぐらいあったんですけど、3ヶ月間でやっていたことは、仕事の合間すべて YouTube である YouTuber の方の動画を見まくるということです。同じ動画をひたすらひたすら、多分その方の YouTube の動画は800本その時あったと思うんですけど、800本をもうひたすらに見てました。もう時間があったらずっとイヤホンで見てるみたいなことをしていて、で、これ見ている人の中で知ってる人多いと思うんですけど、バイリンガールのチカちゃんっていう150万以上の登録者数のいるすごい人気の YouTuber さんなんですけど、その人はシアトルに住んでいたので、ちっちゃい頃からアメリカのすごいネイティブの英語を話すし、なおかつ日本語も話せるんで、その日本人が聞き取りやすい英語を話してくれるから、すごく聞き取りやすい英語って、もう何回聞き取りやすいって言うんだよってぐらいだけど、とにかくそのチカちゃんの動画をひたすらに見続けたおかげで、英語をひたすらねずっと浴び続けてたから、頭が英語に慣れたんです。多分4年か5年ぐらい前からずっとチカちゃんの動画が好きでずっと見てるんだけど、そのおかげでリスニング力がバカ上がりしたんです。だからそのおかげで24歳ぐらいの時にニューヨークに一人で行った時も、その現地のネイティブスピーカーの言ってることも理解できたし、ひたすらに聞くっていうのは文法を勉強するよりも大事だということに気づきました。
でひたすら聞き続けることが大事かっていうと、私の同じ学校に通ってた女の子でいたのが、その子は1ヶ月いたんだけど、最初の1週間はフィリピンの方の英語に慣れるのに時間がかかって、言ってる意味が分からなかったんですって。耳がね、英語を言葉としてキャッチできるのに1週間かかるってことは、何を言っているのかが分からないので、英語を話したいって言ってセブ留学に行く人多いんですけど、聞き取ることができなかったら話せないじゃないですか。だから一番最初に大事になるのがリスニングだと思うんです。例えば Where are you from? って聞かれた時に Where are you from? が聞き取れなかったら I'm from Japan っていうことができないんですよ。で What's your hobby? って言われても、What's your hobby って聞き取れなかったら趣味を伝えることもできないんですよ。だからなんかこんだけ熱く語ってなんだよって話なんですけど、まあ、とにかく聞き取りっていうのはスピーキングの前にあるものなのですよね。だから私がそのセブ留学にこれから行く人に本当にやってほしいのが、もう何でもいいんですよ。その自分が気になるジャンル、例えばゲームが好きだったらゲームの実況付き実況中継をしているネイティブスピーカーのを見るとか、好きなジャンルでいいのでひたすら英語を聞き続けるということがすごくいいかなと思います。で、いやいややるとかは本当になんかあんまり良くない。もう本当時間があったら楽しいから見てしまうとか聞いてしまうものを一つ見つけていただいたらマジで強いかなと思います。そのおかげで私は様々な英語が話せるようになったし、私はまだまだね発展途上なんですけど、発展途上にしてもどん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 ステップアップしてって話せるようになると思うんです。だから無料で YouTube というコンテンツがあるので、ぜひ見てみていただけたらなと思います。はい、そんな感じで終わっていきたいと思います。質問コメントある方はコメント欄にお願いします。で、こんな動画作ってほしいというのがありましたらぜひコメント欄にもお願いします。今日も一日頑張っていこう。チャンネル登録皆様ありがとうございます。で、この動画が役に立ったと思ったらぜひグッドボタンお願いします。私も英語頑張りたいと思ったらぜひグッドボタンお願いします。それでは皆さん、また明日、バイ。